全国1億2000万人のシャッタースピード優先 AE ファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はキャノン EF のご紹介です。 EF といっても EF マウントのレンズの話ではありません。キャノン EF、 このカメラはキャノンのテーゼであるシャッタースピード優先 AE を初めて採用したカメラです。シャッタースピードは1000分の1からなんと30秒、そしてバルブです。高速側の1000分の1秒から1/2秒、そしてバルブは機械式シャッターで1秒から30秒までの低速シャッターは電子制御式、いわゆる一つのハイブリッドシャッターってやつです。使用する電池は 1.3V の HD 型水銀電池。現在水銀電池は手に入りませんので、電池アダプターを使用するか代替電池を使用することになります。電池アダプターで LR44 とかを使用すると 1.5V にはなりますが、露出系の表示やシャッタースピードには影響しませんのでご安心ください。電池は露出系用とシャッター制御用で2個使用します。それでは電源スイッチオンにしてシャッターを切ってみましょう。まずは低速シャッターの2秒から。低速シャッターは電子制御なので、シャッターが開いている間、軍艦部左側の LED が点滅します。はい、次は8秒。うん、いい感じですね。このハイブリッドシャッター機構はさらに改良を重ねられて、後に発売されるキャノンニュー F1 にも搭載されることになります。電源スイッチをオフにすると、フィルム巻き上げレバーを収納することができます。この辺もよく作られてますよね。それでは裏蓋を開けてみましょう。シャッターは縦走りのコパルスクエア。キャノンでこのコパルスクエアのシャッターを搭載しているのはこの EF が最初で最後だそうです。EOS1N とかはコパルスクエアを使ってたような気がするんですけどね。でもキャノンカメラミュージアムにそう書いてあったので間違いないと思います。セルフタイマーレバーを内側に倒すと絞り込み速攻です。下向きのレバーを真ん中の赤い L まで回すと絞り込みロック、そして黄色の M マークまで持ってくるとミラーアップです。セルフタイマーはレバーの上のボタンを押しながら操作します。シャッタースピードと絞り値を両方表示するファインダーってこの頃は少なかったと思います。次にストロボ撮影です。こちらのスイッチをこのフラッシュマークに回すとキャノン独自のキャットシステムを使用することができます。こちらがキャットシステム専用のスピードライト 133D とフラッシュオートリングをつけたキャノン EF です。
キャノン EF のスピードライト同調は125分の1です。フラッシュオートリングとレンズのピントリングを連動させ、被写体までの距離をカメラ側に伝達する。このキャットシステムにより、これまで面倒とされていたストロボ撮影も日中の撮影と全く同様の操作で適正露出が得られますと取扱説明書に書いてあります。フラッシュオートリングは2種類ありますので、使用するレンズによって使い分けてください。キャノン EF の使い方の説明はこのくらいにしときましょう。このキャノン EF のこのロゴですが、このロゴって F1 のロゴと字体と一緒ですよね。キャノンの中ではこの EF というカメラはキャノン F1 のサブ機的な位置づけだったのかもしれません。ただこの EF というカメラ、発売されたのが1973年、あのオイルショックの年だったんですよ。こんなにいいカメラなのに生まれた時期が悪かったとしか言えません。この EF がもっと売れていたら、その後の EF マウントも違う名前になっていたかもしれませんね。マウントといえば、この EF のレンズは FD マウントですが、この絞りリングのオートの表示がこの丸とこの A の表示2種類あるんですよね。この辺も歴史を感じさせる部分だと思います。そしてスピードライト 133D の取説、取説の表紙にはキャノン F1 と FTB、 これ F1 と EF だったら良かったのになって個人的には思います。先ほども話しましたが、このキャノン EF というカメラ、とってもいいカメラですよ。 EF 発売から3年後、1976年にはキャノン AE1 が発売されます。キャノンの位置付けでは AE1 は FTB の後継機種なんだそうです。ということは A1 はこの EF の後継という位置づけなのかもしれません。こういうレバーやスイッチ、ボタンが至るところに配置されてるとこなんて A1 に通じるものがありますよね。ちなみにこのスピードライト 133D ですが、固定アダプターを使用することによってキャットシステム以外の使い方もできるようになってます。はい、ここで裏技の紹介です。今日はちょっと盛りだくさんなんですが、こちらの EF、 この部分ですね、このボディ右側面にゴムのキャップがついてるんです。この小さいゴムのキャップが、これ何に使用するものなのかはわからないんですが、このキャップなくなっちゃってる個体多いです。このキャップっていうかゴムの蓋、 F1 にもついてるんですよね。これです。こちらの EF はほら、よく見てください。このキャップ、ゴムのキャップがありません。 EF や F1 をこれから、買ってみよう、購入してみようっていう方はこの辺も注意するべき点かもしれませんが、こいつが使えます。直径2ミリのプッシュリベット、私はモノタロウで購入しました。こいつを先ほどのゴムのキャップが取れちゃった穴にはめ込んじまいましょう。普段カメラの動画を撮影するときはきちんと爪を切って撮影するんですけど、今日はこの作業があったので爪を切らずに置きました。爪がないとこういう作業ってやりづらいんですよね。
はい、できました。いかがでしょう。いい出来ですよね。もしかしたら皆様がお持ちの EF や F1、 ここのキャップ取れちゃってる個体あるかもしれません。私もこのキャップがないことに後から気がついて、どうしようかなと思ったんですが、この方法マジでおすすめです。はい、 OK 牧場。今日はキャノン EF キャットシステムをご紹介いたしました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。それではまたねー。